経験人数教えてください。そんなエロい質問ですか。エラさんの経験人数教えてください。経験人数、濃厚なやつですね。濃厚なやつ。なるほど。ねえさん、すいません、はい、突然ですが、はい、質問していきます。はい、ズバリエラさんの経験人数教えてください。え、余裕で言えますね。これリアルな、聞いてますみんなに。え、ガチのリアルですよね、はい、普通に言えますよ全然。お願いします。10人です。ありがとうございます。で、そっから、はい、印象に残ってるセックス、え、いいも悪いもどっちでもいいんで、1個教えてください。別にないですね。いい悪いですか。はい、おもろいセックスとかってことですか。でもいいですよ。なんか印象にある。印象にある、めっちゃ小さかった。小さかったとね。めっちゃ小さい物がね、人がおられたという事実はあります。なるほど。別にそんなないです、私そんなめっちゃ普通なんで。いや、いいと思います。何、はい、ですか、いいと、はい、いいんで。ほんじゃ最後に質問です。はい、好きなシチュエーション、まあ、こんなんしてみたいとかあれば。してみたいですか。はい、してみたいは、なんやろ、めっちゃいいホテルの、はい、見下ろせる感じの最上階みたいな。最上階みたいな。でちょっとやりたいです。わかりました。ありがとうございます。何ですかこれ、ほんまに恥ずかしいんですけど。急ですが質問いきます。はい、ズバリ経験人数教えてください。数えていいですか。はい、この手で足りるぐらいです。っていうのは何人ですかね。いや、両手で数えれるぐらいです。何人ですか。9人。9人、はい、いいですよ。はい、で、その中でも、まあ、いいも悪いもあると思うんですが、印象に残ってるセックスを教えてください。印象に残った、うん、外。外、それ例えば どこ外もういいです。いや、それを聞きたいね。で、ちなみに葵ちゃんは外のどこでやったんですか。なんか駅の裏の公園。駅の裏、田舎なんですよ自分。はいはい、駅の裏ってもう人通りめっちゃ少なくて、はい、街灯とかもほんまめっちゃ薄いんですよ。はい、でないんですよ。で、やってしまった高校の時。ありがとうございます。はい、で、ラストなんですけど、逆に今からこうやってみたい理想のシチュエーションというか、そんなん教えてもらえたら。めっちゃ高いビルの、はい、最上階で、はい、こうガラス張り、はいはい、わかります。お金、ね、外まで見えみたいな、なんか歩いてる人がパッてこう上見たら、はい、やってるみたいな。やりたいと。ありがとうございます。ピンクダンサーズ、突然ですが、はい、質問です。あなたの経験人数教えてください。ほんまにないです。少女です。印象に残ってるセックス教えてください。中学の時に学校行かずに、彼氏ん家、朝彼氏ん家行ってみたいな感じとか。なるほど。最後に、好きな、これやってみたいとかシチュエーションのセックスがあれば教えてください。ないです。愛があれば。わかりました、ありがとうございます。ピンクダンサーズ、突然ですが質問です。はい、何ですか。ゆりさんの経験人数を教えてください。多分10人ぐらいです。10人ぐらいを。何ですか。はい、本当です。その中で、はい、印象に残ってるエッチはどんなんですか。めっちゃうわキモってなんか今までなったので、1回しかないけどなったのは、言葉攻めがめっちゃキモかった。なるほど。もうなんか言いすぎて、しかも言い方もめっちゃキモかったみたいなのがめっちゃ覚えてます。好きなシチュエーションはどんなんですか。好きなシチュエーションは、なんやろな、濃厚なやつですね。濃厚なやつ。なるほど。はず。
はい、はい、じゃあありがとうございました、はい、ありがとうございました。突然ですが、はい、質問していきたいと思います、はい、B ちゃん、ズバリ経験人数何人ですか？5人ぐらい。5人、なるほど。その中でも印象に残ってる H、やっぱ、好きな人とラブラブな時、ラブラブなやつが、ラブラブな H が一番好きっていうか、まあ、印象に残ってる、はい、ほんなら逆に、こんなシチュエーションのエッチしてみたいなみたいな教えてください。わかった。海で浜辺とかで、はい、もう誰もおらん、中でプライベートビーチね、プライベートビーチみたいなところで、はい、二人っきりでそういう感じになって、あ、やっちゃいましたみたいな。いいですね。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。ピンクダンサーズ。撮影お疲れ様でした。お疲れ様でした。また突然ちょっと質問なんですけど、いいですか。はい。経験人数。年齢分ぐらい。今年27 分からへんけど、だから毎年一人ずつ増えていくシステムです。リアルですね。嘘やね、分からへんけど。なんか印象に残った相手とか、ないです。初めては良くなかった。印象も分からんすぎて。ああ、でもそんなもんやもんな、お互いさんも知らんかったから。好きなシチュエーションとかあったりします？好きなとかは別にないですけど、何でもいいけど、なんか映画とかで出てきそうな、なんて言ったらいいんや、淡白な感じのやつじゃないがいい。なんかちゃんと 愛あるやつやったらいいですかね。愛がないと嫌です。突然ですが質問しておきます。ひざちゃんの経験人数教えてください。知らん。無理です。リアルなのください。2人はい、はい、その中で印象に残ってるセックス、どんなセックスですか？セックス2回しかしたことないのであんま分かんないです。しばきます。んだ、理想のセックス教えてください。好きなのは、はい、旅館の浴衣着てセックス。いいですね。いいですね。ありがとうございます。ピンクダンサーズ。撮影お疲れ様でした。お疲れ様です。撮影終わり突然なんですけど、はい、何？はい、質問いいですか？はい、大丈夫です。そんなエロい質問ですか？はい、1人です。本当ですか？はい、本当です。ガチリアル。はい、多分 見てる人の、あ、オリアって多分なってると思うんです。1人です。じゃあその1人、はい、1人やからあれですけど、はい、なんか印象に残ったなんかあります？クリスマスとかですかね。クリスマスイブとクリスマスの時ですね、はい、好きなこうシチュエーションとかあります？でも憧れるのはなんか高層階のこうガラス張りみたいなところでちょっとエロくないですか？それ会長家行った時に言ってた。あ、そうです。35
ちょっとテンション上がってるじゃないですか。こんなところでね。こんなところでなんで。嫌なものです。ピー。いや、絶対エロいこと考えてる。はい。憧れシチュエーションです、それが。あ、もうもっと高いとこがいいですね、でも。ホテルとか。ホテル。なんか、ちょっといいホテル。の高層階、ガラス張り。ガラス張りで、ガラスはもう開けたまま。あ、もう全開、全開ですね。誰が見てるかわからんみたいな。自分はこう、夜景とかを全部見ながら。あ、はい、そうです。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。一つになろう、飛び出せゲート、俺らがヒーロー、人生は一度、見逃せねえぞ、ここがスタート、全世界へと届けようぜ声を、希望と仲間と夢を胸に持ったヒーロー、期待と未来と愛を背負ってるのがヒーロー。ワンタイムにかける意味なんて知らない、どれだけの困難肩組んで乗り越えてきたんだ、昨日に向かってる気がしてる今も、倒れそうになってどうしようもないけど明日も共に生きよう、高めるアイデンティティ、夢をつかめと転がり get busy、 思い出せないほどの涙、その訳は今この瞬間の糧だ、人生は短いからなおさら後悔なんかしたくない、だって俺らヒーローだぜ、集い合い理想のその先にまで羽ばたく、一つになろう、飛び出せゲート、俺らがヒーロー、